合コンで確実に彼氏を作るには様々なテクニックが必要である。巨乳の後輩に誘われていった合コンでの私の振る舞いは完璧だった。こんな胸がでかい丈の女には負けるはずがない。と思ったら、男は完全に巨乳をガン見。幹事役のピエロ男はどうでもいい。しかしイケメンまで完全巨乳に夢中になっている。なんで男ってこう単純なのよ。ったく。でもそんなことは予想済み。逆に好都合だわ。なぜなら巨乳の女は、巨乳を見せる以外にほぼ他のテクニックがないということを私は知っている。さあ、ここからが私の勝負。このお店すごくいいよね。なんかこういう飲み会だと男の子も結構気を使ってくれて、おしゃれなイタリアンとかになることが多いんだけど、でも私こういうお店すごい大好き。料理も美味しいし、馬刺しってなかなか食べられないし。本当？よかった。いや、お肉あんまり食べない女の子も多いし、ちょっと心配だったんだよね。全然だよ、私大好き。少人数の飲み会だと珍しくて賑やかなお店の方が緊張しなくて楽しいし、そこら辺も考えてくれたんだろうなって。ありがとう。すごい、分かってるな。いや、俺そんなとこまで見てくれた子初めてだよ。よし、今のはいい球だったわ。そう、まずはお店のチョイスを褒め、私そんな気取った女じゃないのとアピールし、そして一番のポイント、男性への思いやりと感謝の気持ちを忘れない。これは女子が最も忘れがちで最も大切な精神である。りょうこさんよく見てるんですね。私いつも男の人に招かれてごちそうになってばっかりだから全然気がつかなかった。私も見習おうと。この巨乳女相変わらずだな。男は女に尽くして当然という女の本音が見え隠れした途端、男は興ざめなのに。確かに男も女の人がそこまで見てくるなんて期待してなかったりするしね。見たか。そう、幹事役の男へ思いやりを示すことは横で聞いているイケメンにこそ効果的なのだ。自分以外の誰かに思いやりを見せている女性は愛おしく見えるものだ。さあ、次は男に趣味の話を振る舞いよ。そうだ、まだ聞いてなかった。二人の趣味教えてよ。まあスノボかな。他のやつも誘ってよく俺らも行くようだろう。へえ、そうなんだ、仲いいんだね。どこのスキー場行くの？蔵王かな。あそこ今めっちゃおすすめなんだよね。何？そう、相手の話には興味津々に、仮に自分が知らない世界でもそのことは最初には言わない。相手に自分とは違う世界の女だと簡単に思われてしまうからだ。よし、いい感じにイケメン男との距離を縮めている。これはいけるわ。巨乳女なんて今の私にはもう眼中にない。実は私スノボやったことなくて、でも話聞いてたらすごくやってみたくなっちゃった。あ、本当？じゃあ今度一緒行こうよ。よし、来たいいな、行きたい行きたい。勝った、完全に勝ったわ今日の合コン。え、みなちゃんも行くでしょ？行きたい行きたい。私基本男の人に何でもやってもらわないとできないんだけど大丈夫？全然大丈夫。俺むしろ女の子に振り回されたいタイプ。電話番号教えてよ。りょうこさん、よかったら番号教えてください。まさかの、私のテクニックは完璧だったが、しかし眼中にないピエロ男を録音してしまっている。